どうも、フィッシャーズシルクです。マサイです。セゲタンです。と、コラボ相手のこんにちは、木下優香です。はい、よろしくお願いします。木下さんの方のチャンネルでやったケンタッキーめっちゃ食ったやつの後のその、残った鶏の骨でもう一度鶏を作ると。そう、こちらですね。あの、フェニックス作ろうと。図画工作の時間でございますよ。もう懐かしい。今回ね、用意したのが皆さん大好きアロンアルマね。大好きなの。いや、よくわかんねえ。なんで言ったんだよ。一番さんが出してるガムテープね。あと油粘土をね、用意しました。楽しんでいこうと思います。じゃあ、なんか当番を開けます。顔当番、足当番、胴体当番、食べる当番。食べないっすね。これ食って犬じゃないですか。いや、犬食ってんじゃねえ、食わえてんよ。骨はね、いっぱい並べました、ここにね。そしてこれで作っていくというわけなんですけど、まあ、手バッチくなっちゃうから皆さん、あの、このポリエチレン、ポリエステル、ポチ、ポリ、ポチ、ポチってお前、やっぱ犬じゃねえか。じゃあマサイは、あの、胴体、ペケがタレ、木下さんが足で、で、俺頭いきます。はい。なんか早々に顔みたいになったんですけど。顔簡単。顔めっちゃ簡単なんだけど。顔簡単で。餃子作ってみやる。同じやっていくか。生ゴミだもんね。そうですね。油粘土が分解されていく。分解。油が分解されていくんだよ。なんで悲しそうにうんうんなんですか。大変ですよこれ。たまにキャラ変わんのやめてくんね。対応しきれねえんだよな。料理ができる女の子だったらすごい落ちやすいんだ。あ、それはでもあります。普通にないもの。実際そうですね、実際そうです。何人に告られたことあるの？15以上ある。チャラ男だ。だから俺別にチャラくないっす。ただ言われてるだけだぞ。バッシングしかされてないんだな。今日何も悪いことしない。しかも俺何も悪いことしない、ほんとに。シルクは悪くないんだよ。そう、でもなんていうか、存在モテるのがいけないんだよ。存在そのものが罪って悪いじゃないですか、俺が。私これ足なんだけど。これからパン作るみたいになっちゃってる。頭を自分でやってるけってさ、私たちの苦労を知らんみたいな。そうだよ。だって足はつけなきゃいけないんだから。でも顔はつける必要ないよ。結局また俺敵になってんだよな。みんなの想像しとる鳥のサイズが多分違うわけ。私が足めっちゃでかく作って、シルク君の頭ちっちゃく作って。めっちゃモデルみたいになるよ。足一番でかくしないと上に支えられないじゃん。そうだよ。普通鳥は生き物だから立っとうかもしれんけど、今日はそういうのないから。体に貼り付けんのか。うん、そう。いや、そうだろ。何に貼り付けようとしたんだ。なんか自立させようとした。ここだけこうやってさ、お前の世界観についていけてねえんだよ。ちょっと、なんで一緒に。俺の中の鳥とみんなの鳥が違うんだよな。そんなわけねえだろ。なんかこれ以上進まねえよ。でもなんか諦めないで。なんでさ、マヤミキみたいな。これ尻尾ってありかな。誰と話してんのそれ。早々に僕顔できました。投げんな、引っ込め。いや、引っ込ましたら見えないのに。ほら、これが右足と左足です。サイズ違います。なんかパン生地だよ。何が笑っとるの。すごい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 。いいぞいいぞ。何が何が。お腹減った。お腹減ったぞ。興奮しとるけど、あの、怖いでしょ。作ったんだなって。そうそうそう、これだったらただ粘土で作ったんだ。そうだね、そうだね、そうだね。ちょっと随所にケンタッキー感を出さないと。この企画で生き生きしてるのお前だけど。なんだその笑い方。グーフィーみたいになっちゃった。どっちゅう。なんで真似すんだよ。足面白いな。なんだこれ。これ鼻できてよ、とりあえず。この鳥にその鼻をつけるとしたら、小林幸子みたいな。そうそう、小林幸子の羽をイメージした。いや、鳥をイメージしろよ。誰の話も聞いてねえんだ、あんなお前。銃磨いてるみたいに。やんだな。あ、できた？できた？この部分作るのに何分かかってんだ。これハシビロコウみたいじゃん。フェニックスだからね。ほらー、きたー、気持ち悪い。はい、こちらがね、今回作ったケンタッキーの骨と粘土とかいろんなもので作った、フェニックスというかハシビロコウ。これ目じゃないです、これ骨です。目じゃないの。これ目じゃないです、目片っぽしかない。奇跡的に生まれたやつだって。こっちねえもん。ほら、こっちねえんだ。これ胴体ね、中にちゃんと骨があります。木下さんが作った足です。やめて。めっちゃ筋骨隆々なんだよな、これ。このこだわりはこの骨だ。そうそうそう、
この、ね、ケンタッキー要素を作り出す。そう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 、この角度嫌いなんだよ。正しいよね。すげえんだよこれ。おっさんだしなんか手長いしさ。ラストの数秒でつけた尻尾です。この角度ひでえな。憎たらしいけど一応完成です。はい、さすが4人で作るとすごいことができるね。いやいいですね、うん、できましたよ、はい、ってことで完成でございます。こちらのね、変なやつの名前を決めたいと思うんですけど、まあみんなでこう一斉にパッて名前をね、適当にフレーズ出してください。一斉のでフレーズをパッて出して、何でもいい、何でもいい、本当に何でもいい、それを全部集合させて名前にする、全部つなげる。では一斉のせで適当にフレーズを言ってください。それつなげます、はい、せーの、カルテット。お前何つった。カルテット。ルーマニア。ルーマニア。バレル。グリジャル。グリジャルなんで全部つなげますと。つなげんの。全部つなげる。こう、こうつなげてこう。はあ、こうつなげるんで。ルーマニア。ルーマニア、グリジャル、グリジョ、バレル、カルテット。カルテット。ルーマニア、グリジャル、グリジョ、バレル、カルテットですね。あーあー、なんかそれっぽい。それっぽいでしょ。はい、皆様ね、画面の向こうの皆さん、おスクショタイムでございます。ね。ルーマニア、グリジャル、グリジョ、バレル、カルテットの、ね、このね、姿とともにお別れをしたいと思います。まあ、これになって、きっかけがね、動画は木下さんのチャンネルでね、はい、骨がないとこう立たないですから。そうそうそう、ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録お願いいたします。あらゆおすすめ動画はこちら。スマホ、タブレットは概要欄から。サブチャンネルもあるよ。ホームページもあるよ。ツイッターもあるよ。詳しくは概要欄から。毎日動画も出てるよ。チャンネル登録よろしく。せーの、あらゆ